三条新聞にアイドルって何なのっけ。そう、来週かな、来週に放送されるから見てください。ピース、見られた学校の準備会だったイエーイ。これ来たの、今日はパジャマの日だったから。こんばんは、今日はおしゃべり会で初めましてしました、ありがとうございました。嬉しい、また来てね、待ってる、ありがとう。こんばんは。メールよりじゃがりこに負けたまれて、そうなの、昨日はちょっとじゃがりこをもうパク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 って食べてた、時間過ぎてた。こんばんは、ぜひおしゃべり会の再販よろしくお願いします。やったー、やっぱ録画撮ってた、なんか画面録画してたんだけど。画面録画してた。こんばんは、ヤッホー。今日晩ご飯の時にイベントの日本酒飲み比べして、どうだった？味の感想を。梅&韓国のり味が出てるの、マナが好きなやつじゃん。梅も好きだし韓国のりも好きだし、最高じゃん。どこに売ってる？コンビニとか売ってる？茨城は美人が多いんだよ、多いんだな、嬉しい、イエーイ。さっきちょっとサヤのルームに登場したからね、まだ。配信前にじゃがりこ3個食べた？いいね。じゃがりこってさ、なんか何個も食べれるくない？本当に、まあ、ずっと永遠に食べてていいよって言われたら永遠に食べてられるんだけど。前にマナちゃんにあげたマリクラのカチューシャ自分用に買って、お揃いってこと？嬉しい、お揃いだ、ありがとね、嬉しい。チカナちゃんがゲットしてて、そうなの？チカナどこで買ったんだろう。こんばんは。マナちゃんもロックな服装してみて。ロックな服装まだ持ってないなサヤに借りるしかない、それは。ロックな服まだ持ってないな。ロックって何？ドクロとか？わかんないもん。そもそもロックな服装がどんなのかわかんないまだ。ギターを持っていけばいい？今日雨降ってなかったよ。こんばんは。今日は誕生日なんだけど、おめでとう！素敵な一年にしてください。おめでとう。革でチェーンとか、チェーン、でもレザージャケットは持ってるわ。レザージャケット持ってる。でもできそう、マナできそうな、かっこいい。今さ頭の中でクローゼットからも引き出してコーディネートしてみたらいけた、ロックの服装。でもミニスカートだからちょっと寒いんだよね今今寒いんだよね。いつもマリコ行く時にお話する店員さんもマナちゃんのこと覚えてくれて、本当に嬉しい。いつか接客していただきたい、嬉しい。マナちゃんは楽器何かできない？ピアノとトライアングルとカスタネットと笛あと大太鼓みたいな、ダーン、シンバルもでやりたい。あとチャラララララみたいなやつそれにドラムもしたい、したいやつで言うとドラム、タンバリンもできる。でもタンバリンってね、こうやってねいろいろやるんだよ、難しいんだよタンバリン。革ジャン持ってる、革ジャン、革ジャン、レザージャケット、
革ジャンか持ってる。ラック、カスタネットとマスカラも、まあ、マスカラじゃなかった、マラカスもいいけど、確かにマラカスもやりたい。もうさ、それさ、カラオケのあるやつじゃん、その2つ。間違えて電話かけちゃったか、間違えて帰りに電話かけちゃった間違えちゃった、どうしよう、申し訳ない、まあ、無視します。タンバリンは公園でも使ってるね。あ、確かに確かに使ってる、たまに使ってるよねなんかいつもの癖でさ、間違えて通話んとこ押しちゃってさ、なんかかけちゃったあ、帰り、さっきショールームしてたの。でも話せばいいのでは。でも明日ね、コラボ配信するから、その時にもう溜め込もうと思ってお話を。ん？待ってもらう。22時半から始めたっけ？そうだよね。ロックポーズは親指、あ、こうなの？そうなんだ。へえ、初めて知った。なんか今日滑舌悪い、マナマナ悪い、本当悪いかな、なんでだろう、なんでだろう。今日一部の最後可愛くて見とれて言葉に詰まっちゃってすいません。嬉しい、そうだったの、全然分からなかった、そうだったの、ありがとう、嬉しい、ハート。マラちゃんのこの後の寝るまでのローテーション？ローテーション？ローテーション？ローテーションってなんだ？あ、お風呂とか歯磨きとかか。の寝る前は絶対 YouTube 見るかも。でも YouTube 見る。マナタン今日はどうも、やっほー、こちらこそ。今日の最後の時なんて言ったか、ん、よかったと思うからここで言うね。なんだろう、やっほー、こんばんは、やっほー、やっぽっぽー。チョコあげてから、のこもった言葉くださいって言った。ああ、そうだったの、時間間に合わなかったのかな。今度じゃあまた言ってまた言って、今行けた、お昼、やっほー、おしゃべり会どうも。ああ、こちらこそありがとう。なんかさ、マナってさ、なんかこういうこと言ってみたら、わーとか言うじゃん、うるさくないなんかいつもわーとか、ええー、とか、いろいろ一言大きい声で発しちゃう、びっくりするみんなわーとか普通に言っちゃう、うるさいうるさい、やっほー。本命チョコを買って自分で食べました。え、いいね、チョコ。まだ買ってすらないんだけど、チョコマナでも普通に大好きだからさ、食べてる普段から。イヤホン税中、そうだよ、本当にイヤホンはねしない方がいいと思う。多分
イヤホンで聞いてる人いるのかな、マナの配信とか。ショールームみんなイヤホンで聞いてる？何で聞いてる？スピーカー？今日インスタに載せてた茨城が言ったんだけど、テレビでは。あ、そうなの？イヤホンで聞いてるの？鼓膜に直接届くじゃん。なんでイヤホンで聞くの、みんな。パソコンのスピーカーなので大丈夫。パソコンのスピーカーってなんか携帯よりも爆音っぽくない？そういうイメージある。仕事中とかイヤホン、あ、でも仕事中は確かにしょうがないよ。しょうがないけど、今スピーカーで聞いてる人はなんでスピーカーで聞いてるの？まなちゃんの声が鼓膜に響かれた。そりゃそうでしょ、こんだけ大きい声で喋ってるんだから届くでしょそりゃ。電話中とか移動中とかイヤホンする、いや、それはもうしてください。それはさすがに、さすがに心臓にまで響いちゃってんの、マナの声やばいじゃん。おしゃべり不穏で、おしゃべり無音ってわかる？マナの言ってること。寝室だとうるさいってじゃあ余計マナだったらさ、やばそうだね。昨日おしゃべり会ありがとうね。こちらこそありがとう。また話そうね。かわいいマナだけどおしゃべりしよう。おしゃべり3月おしゃべり会も、おしゃべり会も、やっほー。パソコンの音が小さくて困ってるんだけど、まなちゃんだけ何の不便もない音量でじゃあめっちゃなんか人によってはいいのかな、まなのこの声量ボリューム。人によってはって感じ。わあ、バラありがとう。こんばんは。もうは厳しいから腹話術おしゃべり会で、まだね、腹話術さ動かないよ口、余計わからなくない？いくよ、やっほー、いんなやっほー、まだだよすごくない？こんばんは。まなちゃんの配信見てたらイヤホンの左側が聞こえなくなりました。さ、絶対まなのせいじゃないから、絶対そちら側の問題だから。逆にこれで壊れたらちょっと怖いわ自分が。てか怖いで言えばさ、思い出したんだけどさ、今日あのななみとかとね、ななみとかはるとかゆうとかと一緒に、あ、待って、122日、イエーイ。そう、それであのみんなで写真を撮りに行った時に、なんかこうペアになって写真撮り合ってたの、ゆうはるまなななみみたいな感じ で撮ってて、それでなんかななみね、可愛いのがなんかインスタ映えをすごくね頑張ってるの、頑張ってるんだけど、ちょっとなんか消化器とか映っちゃってたり、そうたまにするじゃんあの子それがね可愛いって伝えて、そしたらなんかとなんか撮ってみたいな感じで言われて、でマナプロデュースしたの、あの写真本当に場所から何まで。なんか最初写真撮ってって言われて、どこがいいのって言ったの、そしたらなんか消火器の、消火器って書いてある文字の前に立ってたから、そこはやめなって言ってそう、それで座ってみればいいじゃんみたいな感じで、ゆうちゃんにバラされてたし、え、何をバラされてたのマナ。 それで椅子に座らせてこうやってやったらやっぱ可愛いから映えるじゃん、プシって。あとね、余白も大切にしてるの、マナ。真ん中のちょっと上ぐらいに顔が映るぐらいがいいの。そう、余白もね大切にし
してあげた。そう、ななみ。もうな、自分で自分のこと撮りたいもん。ゆうちゃんのも撮った。あ、そう、ゆうのも撮った。ね、かわいい。やっほー、さすがインスタグラマー、インスタグラマーなのかな。さっきまで話そうとしたこと忘れちゃった。おしゃべり短い時間だったけど楽しかった。また行こうか。え、また来て、待ってる。今ちょうど再販してるから、ぜひお待ちしてます。そう、ちゃんと考えていつも撮っています。だから、え、この前ね、クレープ屋さんに行った時に、なんかお手本として自分でこう外カメにして自分でこう撮った写真が良くて、よかった。お手本として撮ってもらう、こういう風に撮ってっていうので撮ったんだけど、自分で自分を、それが意外と良かった。そう、今日はマナプロデュースのななみの写真です。そうなのです。いつか握手会のおばあちゃんと握手したら失神するわ。失神しないで、倒れないで。それは倒れないで。ラン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 。わー、ハートありがとう、たくさん、嬉しい、ありがとうねー、たくさんたくさんありがとうねー、やっほー、ピース。こんばんは。ちょっとどうしたんだいって言われた。間違えた。握手会も16人公演も懐かしく思えてきます。わかる、もう 2,3 年前だよね、握手会行っても。2年前ぐらい、もっとやばくない？前までも当たり前の日常化だったのにさ、もう1回もできてないもんね。直接会ったら久しぶりすぎて倒れるか。でもさ、直接さ会うイベントっていうか、そういうのってあれだよね、グループおしゃべり会以来してないよね、確か。グループおしゃべり会以来1月3日みたいに劇場で対面おしゃべり会できたね。え、劇場じゃなくてもさ、いろんなところに行ってさ、やりたいものも、そのグループおしゃべり会みたいな感じのやつ。え、2月じゃ3月か。すぐちゃん2年前か、ちょうど。2年前、握手会行ってみたい。握手会ね、今ないよね。劇場のコールを忘れてしまう。そんな方にはマナのイベントの動画を見て、あのコールしてみてください。楽曲やってる、だからやってるから。2年前の3月は1ヶ月に具体数だったら2公演ゼロだった。そうだったの、そうだったんだ。こんばんは。その頃やってなかったっけ。
まーちゃんのセーター咲いてみる。ああありがとう。コールは体に今でも染み付いております。でもみんな染み付いてそうじゃないね、みんなちゃんと言えそう、しっかりと。こんばんは。配信のまーちゃんよりおしゃべり会のまーちゃんはちょっとおしとやかでかわちいな。ちょっと暴露しないでよちょっとやめてよ配信営業妨害だからおしとやか、おしとやかじゃないですよ私こんばんは。おもろいて、暴露しないでもらっていいですか心の中でコールしてる。ありがとう。マナの名前をたくさん呼んでくださいでも声は多分大きいよね、変わらず。おしとやかでいいではないですか。じゃあ私はおしとやかです最大級におしとやかです。なんか確かにまだ今日滑舌悪いかもしれない。なんでだろうなんか滑舌悪くない、今日。なんでなんだろう。でも心なしか配信より声のボリュームが、え、小さいってこと。小さいかな、どうなんだろう。おしゃべり楽しみね。わかる、楽しみ。じゃがりこの食べ過ぎだ。じゃがりこは今日食べてない、昨日しか食べてない、今日はもう食べてない、一回も食べてない。イエーイ。今日は、あ、今日みんな何食べた、ご飯、夜ご飯。一話完成させるね、ありがとう、楽しみ。ニキドラさんっておしとやかって誰。え、もうそんなの私しかいないじゃないですか。もうどれだけ言われてきたことか。マナちゃんはおしとやかだね。パスタめっちゃいいじゃん。わ、唐揚げ、ネギトロ、焼肉どっから声出てん。いいな、焼肉も。とんかつ、納豆巻き、シチュー、味噌味の大鍋、エビマヨ、しゃぶしゃぶ、手作りおでん、マックのバイビッグマック。何、バック、マックのバイビッグマックって何。マナはお好み焼きを食べました、夜ご飯。お寿司、こんばんは。ラーちゃんってなんだっけ、ラーメン屋さんか。いや、バスセンターのラーメン屋さん、この前教えてもらったやつ。こんばんは。おささやかメンバーはかえりちゃんかな。はい、そうです。はま寿司いいな。たこ焼きはこの前食べた。そう、まだもこの前たこ焼き食べた。バスセンターのカレー、あ、カレーなんだ。こんばんは。おささやかじゃなくておしとやかわざと漢字使ったでしょ。牛丼屋さん、お肉が4枚のビッグマックで。え、そうなの。まだビッグマック食べたことないかも。ダブルチーズバーガーが最大かも。冷凍庫の焼き魚食べたら酸っぱくて、え、酸っぱいの、なんで。酸味。たこ焼きとか何、え、まだタコしか食べたことないかも。チーズとか。でもさ、チョコレート入れる人いない。 NGT におしとやかなメンバーなんているか。待って、代表的なメンバーここに映ってるじゃん、画面越しに映ってるじゃん。こんばんは。アイドルってなんだで、
おしたやかナンバーワン選手権してほしい。え、いいんですか、まあそんなのやったらぶっちぎりに1位になっちゃうけど、いいですか。まなちゃん、お好み焼き大阪風。あ、私はどっちも好きですどっちも好きです。毎朝何か、毎朝マナお米食べます。え、どこどこ、え、私見えませんか皆さん。おーい、私でーす。見えないな。え、みんな一気にマナのこと見えなくなるじゃんそんな都合よく見えなくならんといて。はい、おしとやかです。はい、あ、洗脳完了です。すばらすばら、みんな洗脳。私は古澤マナは おしとやかです。あ、待って、左足しびれてきた、やばい。マナの血がさ、もう全否定してるのかな。お前はおしとやかじゃない。もう左足がここぞとばかりにめっちゃピリピリしてる。おしとやかって面白いって意味だったのかえ、そうなんですか。そうなの。私はおしとやかです。私もおしとやかです。おしとやかの意味、辞書で調べてみましょう。まず辞書がこの家にないので、ちょっと誰か助けてください。待って、今何時？17分です。あー、クマありがとね。だるまもありがとう、たくさん。シリに聞こう、確かに。ヘイシリ。あ、反応しないですね。そんな反応したくないのか。私はおしとやかだと思いますか。私はおしとやかだと思いますか。私には意味がわかりません。え、よろしければインターネットでお調べしますよ。結構です、結構です。わかりました。何この人、許せないんだけど。あ、待って、左足またしびれてきた、左足またしびれてきた。ねえ、最悪、わかりませんって言われたんだけど、許せない。ちょっと許しません。そうなんですね、私でよければ。消しちゃった。許しません。なんか慰められてる。ありがとう。こちらこそありがとうございます。なんかいいやつだね。なんかいいやつ。シリ、ちょっとあなたを許しませんって。え、怖くない？あなたを許しません。そうですか。何か他にお手伝いできることはありませんか？たくさん美味しいご飯をください。ありがとうございます。ちょっと難しい、シリを扱うの難しいわ、マナには。あ、バラありがとう、バラありがとう。ハートもたくさんありがとう。ありがとうね。今日は28分になったら誕生日。今日30分が始めたよね。ダッシュでお風呂入ります。わー、だるまたくさんありがとう。なんか1時間って早くない？めっちゃ早くない？何分から始めたもの？48分から？あ、48か。48か。じゃあ12時までやろう12時までやろうかな。あ、そうなの。てかもう11時じゃん10時だと思ってた。
あ、だるまありがとう。シリも偉いな、まだじゃないって。シリはまだのこと好きだよ、聞いてみてあげる。すみませんが、それはできません。何か他にお手伝いできることはありませんか。今何も言ってないのよ、お断りされたんだけど。聞いた今、私のこと好きですかってさ言おうと思ったら、わって、わは言ったの、わしか言ってないのに、私にできることをお知りになりたければ何ができるのとお尋ねてください。え、めっちゃマナのこと嫌いじゃんこの携帯。断られたんだけど。でもう一回聞くね、いきます。私、言わせて言わせて、少しでいいから。私のことを好きですか。知ってる知ってる、ありがとう。聞き取れませんでした、もう一度言っていただけますか。え、何ですか。すみません、的外れだったようです。的外れって言われたんだよ。言っていただけませんか。ねえ、的外れって言われたんだけど、やばくない。では言われたことないのに、元ハズレデビュー、まだシリなんだけど、ひどくない、ひどい、もう相手してくれなくなっちゃった、ひどい。そんなことおっしゃらないでください。え、こっちのセリフなんだけど。もうまだシリとはダメ、喋れないわ、もうダメだ。また外れ、そうだよ、また外れデビュー、まさかのシリなんだけど、言われたことないよ人間には。なんてひどいものだ。シリと喧嘩して、そうだよ、シリと喧嘩するから、もうまだ戦う。何のお手伝いをしましょうかって言われた。戦う。お手伝いないんです、もういいんです、尻はいいんです。やっほー、あ、初見の方インスタフォローよろしくお願いします。ハート。ダメ、まだシリとはね仲良くできないみたい。シリとは仲良くしません。口笛吹けますか、聞いてみる。口笛できるの。それはできません。はいや、何か他にお手伝いできることはありませんか。なんか早くない、ちょっと言うの早くない。できないって。でシリに聞きたいことみんなあったら言って、マナが代わりに聞いてあげる、身を削って。的外れって言われたからマナ、さっきマナのこと的外れって言ったから、シリ聞きたいことは、シリ、マナとシリに聞きたいこと。マナとシリに聞きたいことはありますか。カイリちゃん説、もしかして君はカイリなの。だってマナちゃんは口笛吹けない、マナできない。マナシリ公園、マナシリ公園って何。マナちゃんのいいところ、いいよ。私のいいところはどこですか。私には意味がわかりません。え、よろしければインターネットでお調べしますよ。インターネットじゃ意味ないでしょ。マナはあなたに聞いているんです。私はあなたに聞いてるんです。私には意味がわ
しければインターネットでお調べしますよ。許せない。睨みつける。かすかな抵抗。許せない。みんな復讐しようぜ。シリに。これは許しませんよ。私は許しませんよ。おしとやかにしましょう。今おしとやかじゃなかった今。そう、私はおしとやかなメンバーで有名なので、おしとやかとして今まで生きてきたので20年間。怖いよ。怖くないから。待って、まだ怖い人だと思われちゃう、シリのせいで。シリに何歳だと思うっていいよ。何歳だと思う？そりゃそうやろ。鶴や亀にはまだまだ及ばない年齢です。なんか遠回しにバカにされてんだけど。なんか遠回しにさ、まだガキだねって言ってるようなもんじゃないこれ。鶴や亀にはまだまだ及ばない年齢です。なんかおしとやかに言えばいいってもんじゃなくない？ねえ、わかってる？おしとやかに言えばいいってもんじゃないよね。じゃあ今度からなんかさ、大人の人とかさ、美容師の人とかにさ、何歳に見えるって言われたら、鶴や亀にはまだまだ及ばない年齢ですかねって言うから。絶対嫌だよね、こんなお客さん。絶対嫌だよね。よくない？それだったら、あ、若く見えてるのかなって思ってくれそう。え、待って、まだ何分から始めたって言った？もう一回教えてくれる？48か、ありがとう。苦笑いする。分かる、気まずくなるよね、絶対。絶対気まずくなるよね。裏であの子ちょっと何言ってるか分からないって言われて、確かに不思議ちゃんだと思われそう。不思議ちゃん、え、カメってそんなに生きてるの？カメ、カメね、おじいちゃんが飼ってた、何匹か確か、マナの記憶上では。2個飼ってないっけ、忘れちゃった。そんなに生きるのすごいね。セミだっけ1週間なのって。本当に1週間なのセミって。セミって1週間ね、シリに聞こう。こういうのは得意でしょ、多分。こういうのは得意だから聞いてみる。聞き取れませんでした。もう一度言っていただけまだ言ってませんから。何のお手伝いをしましょうか。質問もさせてくれないみたい。もうてか何聞こうとしたんだっけ今の。あ、そうだ、セミって本当に1週間生存するんですか？すごい、仕事できる。意味わかんない日本語使っちゃったのに。すごい、なんか110番勧められてんだけど。110番勧められてんだけど、私は何も悪いことしてません。こんばんは。あ、初見の方インスタフォローよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。今のアレクサだったらいいよ。今のアレクサだったら聞き取れたのに。すみません、よくわかりません。あ、なんか大人って感じ。大人ですね。なんか私がしっかりしたいと思いました。私は悪いことは何もしていないです。
ヘクトバ進めてきたのに、そうですかで終わっちゃったんだけど、もう呆れられてるかもしれない。そうだよマナ、シリと会話してる。今日おしゃべりかあった、今日もあった、昨日も今日もあった。え、片言だったマナ今。嘘、片言だった。初見さん怖くないでしょ、とちゃんだけ。そうやって言うと絶対怖いって思うじゃん、やめてよ。マナは優しいよね。あ、オフにしちゃった。私は怖くないよ。そうですか。なんでこれ、この質問大好き、この回答大好き。そうなんですか。もうそろそろあれかも、諦められたかも、シリに。もうこの人と話してもダメだなって思われてる。そういえば今日は初見さん、もしかしたらこのやり取りが怖くてコメントできないのかもしれない。もしかしたらギャグいいよ。じゃあマナの持ちネタあるから一つ。パカガラケー。そんなことおっしゃらないでください。はい、ごめんなさい。ごめんなさい。せっかく言ったのに、そんなことおっしゃらないでください。じゃあちょっと慎みたいと思います。帰り何してんだろうね。お風呂入ってんのかな。お疲れ様です。おしゃべり会の時間になると緊張してるし、え、緊張はでもしないかもしれない。楽しい。とりあえず。シリのギャグ？確かに。そんな受け流すんだね。なんだっけ。ね、マウントとはって言われたんだけど、怖くない？シリにマウント取られてるマナ。マウントとは、心ない言葉は上手に受け流すスルースキルで人間関係のストレス。え、もしかしてストレス感じてる、シリマナに。え、私にストレス感じてこれ遠回しに言ってるよね。え、大丈夫そうですかこの携帯。すごいさ、なんかスルースキル上達法とか勧められてるんだけど、え、同情すな。同情をすな。何のお手伝いをしましょうか。でもめっちゃ話しかけてくるよね。シリもしかしてツンデレ？ギャグを聞かせて。なんかさ、英語できるのをマウント、マウント取られてる気がする。英語、Spotify みたいな。なんかめっちゃ発音良くなかった？日本語片言なのに、Spotify みたいな。めっちゃ発音いいんだけど。こんばんは。こんばんは。私のこと好きです。え、さっき聞こうとしたら言わせてくれなかった、まずその言葉を言わせてくれなかった。うん、いや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 、そうだよ、欲しい。ちゃっちゃかちゃーん。ちょろちょちょちょ。押し上がったら逆方向に、やばい。逆方向になってる。でもな、赤ちゃんの頃おしとやかだったはずなんだけどな。
想像では。こんばんは。そう、想像ではおしとやかな赤ちゃん。お腹の中でも蹴り飛ばさずに、もうおしとやかにこうやってこうやってやってると思ってた。もうなんならお腹のこう内側こうやって撫でてるぐらいのおしとやかさだと思ってた、想像では。シリの方がおしとやか。でもシリの方がなんか大人な感じするよね、受け流す感じが。まあ、ほとんどの質問全部受け流されたけど。マナさんの三条新聞社かなに行く予定、予告を番組で見ました。そうなんです、来週は私たちの回です。マナとみはるさんとカドさんとみゆみゆとロッチさんのお二人もいて、みんなで行きました。見てください。逆にお母さんに子守歌を歌せたかもね逆に。でも小さい頃から歌とか好きだったんだよね。お母さんがよく歌ってくれてた。ピース。子守歌こんばんは。こんばんわん、こんばんわん、こんばんわん。明日はかえりちゃんとコラボ配信。そう、明日かえりとコラボ配信。何時かはね、まだかえりのおしゃべり会終わり次第だから、ちょっと詳しくは分かんないんだけど、かえりのおしゃべり会終わりにしたいなと思います。そう、みはるさん、みはるさんめっちゃこうガニ股でやってて、いつからこんなに賑やかになったんだろうね。え、いつから、え、でも結構ショールームだ、ショールームはずっと前からじゃない？ショールームはね、別に変わってないんだよね。みんなが気づいてくれたタイミングじゃない？ショールームを見てくれるようになってから。21時過ぎやったよ多分ね。帰りおしゃべり会21時過ぎだと思う、落ち着くの。以前は静かだった気が。え、嘘、静かじゃなくない？まあその時静かだったのかな。まあもしかしたら普段のまなちゃんが。え、でもまだずっとなんか楽屋とかではこうだったけど、最初らへんは出してなかったかも。確かに出してなかったっていうか、なんか MC がなかったから、まず自己紹介 MC しかなかったからあれかもね。こんばんは。でもね、その時からひのとかかほとか MC 面白いって言ってくれてた。自己紹介 MC しかないんだけど、それを聞いて言ってくれた。なんかでもあれかも、 MC をちょっとずつするようになってきて、みんなが MC 面白いとか褒めてくれるから、多分なんか騒げるように、騒げるようにっていうか、騒いだらダメ、ダメか分かんないけど、なんか普段の自分を出せるようになってきたのかも。みんなが MC を褒めてくれて普段を出せるようになったのかもしれない。家族も賑やかな感じで、家族賑やかって、お姉ちゃんが一番やばいお姉ちゃんが一番やばいよ。そう、MC ね、なんか喋ってもいいんだってな、多分なったんだと思う。みんなが褒めてくれるから。
楽屋芸人から楽屋が垂れたのか。え、じゃあ、あの芸人さんってこと？そんなん私は及びません。私は及びません。まなちゃんの自由奔放なのが、え、でもあの自由すぎない？たまにさ、なんか自分でも、でもたまー、ほんとたまにしか思えないんだけど、なんかやばい、やばいなって思う、たまに自分でも、自分でも思う。封鎖開けて相当にぎやかな、ね、にぎやか、にぎやかだし仲いい、みんな仲いい。まなちゃんがやばいって言うなら相当やばい。いや本当にやばいと思う。なんか YouTube とかやったら絶対やばかったけど、やだ、やらす、やだ、絶対やだ。見たくない。でもガチでおもろい、なんか友達みたいなんだよね、マナとお姉ちゃんって。ホテイトグループの明るい人の兄弟などは明るい人が黙るぐらい明るいって聞いたことがありますよ。でもね、そうめっちゃふざけるお姉ちゃん。でもマナがね、ちっちゃい時やっぱ末っ子のこといじめたぐるじゃん、お姉ちゃんとかお兄ちゃんって。まさにマナのお姉ちゃんお兄ちゃんそうで、もうめっちゃマナ泣いてアピールしてた。泣かされたー、泣かされてるよーって。なんかすごいちょっかい出してくるの、マナのお姉ちゃんと兄ちゃん、ちっちゃい時ね。でもマナも分かるの、姪っ子がさあ生まれてから大きくなるにつれて、なんかやっぱちょっかい出したくなるよね。めっちゃ分かるのその気持ちが。もうほんとにマナがちっちゃい時はもうめっちゃ嫌だったけど、しつこくてって思ってたけど、今この年齢になったらもうちょっかい出したくてもうしょうがない。でも一回だけね、なんかメイクがなんか色鉛筆みたいな、クーピーかな、クーピーをしまわなかったので、なんかしまわなかったからマナがめっちゃちょっかい出して、ダメだよしまわなきゃみたいな感じで言ってたの、はいはいすいませんみたいな。わかる、なんかめっちゃさ大人な、なんていうの、なんか呆れた感じで、はいはいすいませんみたいな。まだちっちゃいんだよ、ちっちゃい子にそんな言われてめっちゃ笑ってた。そうだよ、絶対生意気になる、やばくない？そうだよ。でもマナのことをめっちゃ好きだから、あのね、マナがラブがねいたずらしてたの、帰った時にいたずらしてて、マナがラブに怒ったのね。そしたらまたねラブがふざけようとしてたら、そのめいっ子が気づいて、ダメだよラブちゃんみたいな感じで、こうマナのことチラチラ見ながらこうやって誘導してんの。マナのことチラチラ見ながら、今私やってるよみたいな、注意したよみたいな感じでアピールしてきた。そうなんだよね、めいっ子歌とダンス好きだから一緒に歌ったりしてる。最近はねめいっ子ラップが好きみたい。ラップお姉ちゃんと聞いてるみたい。動画が送られてくる。イエッ、ラン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 。ラップバトル仕掛けられるかも。やばい、今の負けちゃうじゃん、負けちゃうじゃん。ヨーヨーとか言って、なんか普通にラップ歌えちゃう、もうラップ歌っちゃう。なんか子供って覚えるの早くない？
そう、お姉ちゃんの子供だから絶対おもろいんよ、めいっ子も。もしくはめっちゃおとなしくなるか、お姉ちゃんがうるさいから。ねえ、めいっ子何歳か分かりませんが、めいっ子さんもなのステージを見たこと、でもなんか直接はないけど DMM とかでテレビにつないで見てた、見たことあるっぽい。そしたら「ねえねえ」って言ってたらしい。結構ちっちゃい時なんだけど、まだの名前言えないからそう言ってた。で夢のことを「ワンワン」って言ってた。あのさ、あの NHK とかに出てくるキャラクター、その時ちょうど見てて、めいっ子が「ワンワン」って言ってた。そういうキャラクターいるじゃん。そう、この配信はメイクさんには見せられない。でも配信見た時あったらしいんだけど、マナがねチーズを食べてたんだって。その時に「一緒の食べる」って言って食べてたらしい、チーズを。やばくない？あー、バラたくさんありがとう、嬉しい、ありがとう。なんかメイクこういうの見たら喜びそう、こういう画面のバラとか。あー、タコありがとう、タコもありがとう。会いたいなー、メイク。2個、あとプリキュア好きだね、めいっ子。プリキュア、なんかお姉ちゃんね髪今めっちゃ明るいんだけど、なんかなんだっけ、キュアなんちゃらみたいって言われたらしい。お姉ちゃんなんだっけ、なんだっけ、名前忘れちゃった。キュアなんちゃらみたい。わー、ハートありがとう、たくさん嬉しい。でわらはさ、あくびしてない。まあもさ、なんかちょっともうちょっと明るくしたくなってきちゃった。お疲れ様です、インスタフォローしてください。ハート、あ、ハートありがとうございます。みっこさんそのうちアイドルになりたいと言いそう。じゃあ今度聞いてみるに、聞いてみるにって言っちゃった。ねえ、今さ普通に自然に言ったんだけど、聞いてみるにって。やばい、涙出てくる、あくびしたからかな。聞いてみるに。なんかどこかの方言っぽくない？可愛くない？普通に今さらっと言ったよね。お恥ずかしい、お恥ずかしい、みんな聞いてなかったことに。聞いてみるね。聞いてみる。なんでまだ「に」って言ったんだろう。聞いてみるに、なんで言ったんだろう。聞いてみる、今度いつか。あと8分後に男女を見たいと思います。流行らすつもり、これ流行んないでしょ絶対。むずくない、使い方。可愛いから OK です。 OK OK。 聞いてみるにします。MC
で使わないよ、みんなわかんないじゃん。なんかただ噛んだやつみたいなになりそう。聞いてみるに。でもさっき配信の前にね、ラーメン部の YouTube 見たらめっちゃラーメン食べたくなった。めっちゃ食べたくなったラーメンに、ラーメン、ラーメンに。ぜひ聞いてみてに。その語尾いいに、え、なんかかわいくない？に、最後ににつけるのかわいい、かわいいに。ラーメン食べたいに。ねえ、に。なんか罰ゲームみたいになっちゃってるまだ不自然すぎて。ラーメン食べたーい。スキー、ね、スキー場のさ、ご飯って美味しくない？より美味しいよね。なんかスキーとかスノボとかさ滑ってさ、その後美味しくない？間違えてスクショしちゃった。ねえ、まだもラーメン部とかスイーツ部いつか出たいな。まなちゃんの配信見始めてから人生楽に生きようと思うようになって、え、よかった。そう、そういうスタンス大切。頑張ろうね。カレー美味しいよね。カレーとかラーメンとか美味しい。でもまなスキー場でね撮影してた時にちょうどねラーメンとパンケーキを一緒に食べてたの。ラーメン部とスイーツ部が合体したメニューをマナは食べてた。フレンチトーストだ、マナ。フレンチトーストとラーメンを食べてたんだけど、まさにハーフ、ラーメン部とスイーツ部のハーフ食べてた。今シーズンスノボ行った時もお昼はラーメンだった。え、そうなの？いいね、ラーメン。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい食べたい。カレーは新潟駅にある蕎麦屋さんが作るカレーが美味しいと聞きます。え、そうなんだ。新潟駅。うん。ラーメンとフレンチトースト、え、全然食べた。じゃ、ラーメン食べた後に食べた。なんかデザート感覚デザート感覚で食べた。まなちゃんの配信見ていろいろと変わりました。え、嬉しい嬉しい、よかった。バスセンターか。シンガポールにラーメンあるのか。醤油味いいね。イエイ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 。バスセンターか。はい。どういう意味かは今度、え、オンラインで聞かせて、待ってる。なんだろう、バスセンター。今日まなちゃんとおしゃべりできたか。よく眠れそう。よかった、それはよかったです。ハンガリーの日本、でもなんか海外とかにさ留学とかもし行っててさ、日本食食べたらなんか懐かしいってなりそうだよね。日本食、日本料理。
ラーメンってどこだ、中国、日本、ノエさん最後のおしゃべり会、早くない、なんか気持ち、早くない、まだあと1ヶ月ぐらいあるイメージだった、気持ちあと1ヶ月ぐらいある予定だったけど、そうだよね、もうちょっと、悲しい、こんばんは。昔アメリカにホームステイしてた時、インスタントの味噌汁飲んだだけで癒された。お味噌汁美味しいよね、味噌スープ美味しいよね、わかる、味噌スープ、こんばんは、これからも NGT の応援よろしくねって言われてしまだ教えるからオタク続行、ありがとう、嬉しい、推し活、こんばんは、石杖って何、こんばんは、石杖って何、なんだなんだ、ラブラ行ってみたいです、劇場以外のおすすめ、ラブラに、ラブラなんだろう、あ、58分、じゃあ壇上見たいと思います。13位、四十から3、12位、ギリタンシオ3、11位、イナポンさん、10位、アランさん、9位、ネコさん、8位、酒井秀一さん、7位、タマム48さん、あ、変わっちゃった、13位、シジュウカラさん、12位、イナポンさん、11位、ギリタンシオさん、10位、ネコさん、9位、アランさん、8位、埼玉のシュンさん、7位、酒井秀一さん、6位、タマム48さん、5位、ヨシアキさん、4位、ルリちゃんさん、3位、シンさん、2位、竹蔵さん、そして1位はリョウさんです、イエーイ、パチ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 、ありがとうございました、皆さんもありがとうございます、イエーイ、やったー、ということで今日も一日皆さんお疲れ様でした、また明日はカエリとのコラボ配信と個人配信するので、どっちも見に来てくれたら嬉しいです、ということでまた明日もよろしくね、もう無音ですか、また明日もよろしくね、少々お待ちくださいダメだこりゃ、はい、ということで皆さんおやすみー。